こんにちは。今日はトノの血液検査に行ってきます。トノが加入しているペット保険は腸内フローラを無料で毎年検査してもらえるんですよ。その結果が今回ちょっと悪くてじゃないですね、良くなくて心配なので、血液検査を無料で受けれますよっていうチケットもいただいたので、今日はそれで行ってきます。腸内フローラチェックの結果っていうのがスマホで見れるんですよ。この結果がこちらです。じゃん。少し気になるでした。腸内フローラの多様性どのくらいいるのっていうのは、こちらベリーロー、乳酸菌ロー 0% いないみたいです。ビフィズス菌ゼロ。まあでも確かにとのヨーグルトとかあとヤギミルク飲まないんですよ。だからかな。酪酸菌は、はい。腸内の炎症の抑制や免疫機能の調整に関わってるっていう研究報告があるみたいです。よかった。よかった。酪酸菌ありがとう。メタボ判定。メタボ判定は、じゃん。標準です。ちっちゃい時は痩せ気味って診断されたこともあったので、よかったです。増えすぎるとお腹に良くない菌。はい。犬の健康にとって良い菌。ゼロ。うん。ないみたいです。痩せ菌。私が欲しい。赤マンシア菌との、いませんでした。いなかったか。あ、でもなんか人にもいるのかもしれないです、これ。人は肥満や糖尿病の改善に効果的との研究結果が出ています、だって。食物繊維の多い食事を摂ると、痩せ菌が増えるらしいですよ。と一緒にキャベツ食べようかな。そして、あると嬉しい菌っていうのも調べてもらえるんですけど、トノは全部で4つありました。一番レア度高いのは、フィーカリバクテリウムと、レア度4つが、パラプレボテラ。怪獣みたいな名前の菌もトノの中にはいるみたいです。まあこんな感じで、トノのお腹の中に菌がたくさんいないっていう結果になったみたいなので、今日は病院に行って血液検査頑張ってもらいます。ちょうどトノの健康保険証が更新の時期で、私の写真ちょっとお見せしますね。じゃん。かわいい。去年はこれです。歯磨き。一昨年はこれです。その前は、一番最初の保険証。こうやってモテたんですよ。ということで、そんな可愛いトノを呼びたいと思います。うん、今日は、病院だよ。よいしょ。じゃあ、じゃあ。それでは、血液検査、頑張ってきまーす。バイバイ。トノ、緊張してる？今の気持ちはどうですか？ごくり帰ってきました。ただ頑張りました。偉かった。頑張ったワンちゃんタッチ。あい。結果はその場でわかるやつじゃなくって、後日検査結果を聞きに行くっていうタイプの血液検査だったみたいで、今日は結果はわからなかったんですけど、トノはよく頑張りました。はい、続きです。血液検査からはもう1週間くらい経ってるんですけど、病院からお電話をもらいまして、トノの血液検査の結果を教えてもらいました。結果ですね、尿素窒素と中性脂肪の数値が少し高めっていう結果が出たようです。で、まあ、これが一時的なものなのか、ずっとあるものなのかはちょっと判断がつかないから、まあ、今のところそんな大きな心配がある感じではないんですけど、ちょっとその二つの数値が高めだったよっていうことを教えてもらいました。はぁ、あ。トノのことっていうかね、ワンちゃんのこととなるともう結構落ち込んじゃうタイプです。まずは、ワンちゃんのサプリメント。お腹のサプリメントで、こう、ビフィズス菌とか乳酸菌とか、いろいろお腹にいいものが入っているサプリメントを早速、注文しました。これで、まあ、ちょっと様子を見ていきたいと思います。はい、ということで、トノの健康管理、食事管理、引き続き、頑張りたいと思います。バイバイ。